オーウェン・ギャリオットは、アメリカ合衆国の電気工学者、アメリカ航空宇宙局の元宇宙飛行士である。1973年にスカイラブ城で60日間、1983年にスペースラブ城で10日間を過ごした。彼は、ロバート・ギャリオットと、ウルティマシリーズの作者で、宇宙旅行者のリチャード・ギャリオットの父であり、彼らが、オリジンシステムズを設立するのを支援した。 ギャリオットはオクラホマ州イーニドで生まれた。1948年にイーニド高校を卒業し、1953年にオクラホマ大学で電気工学の学士号を取得した。そこではファイカッパ祭のメンバーであった。修士号と博士号はそれぞれ1957年と1960年にスタンフォード大学で取得した。 1973年には E2 度のフィリップス大学から名誉博士号を授与された。1966年に1年間のアメリカ空軍パイロット訓練プログラムを修了し、Z 機のライセンスを得た。ギャリット・ウィズハム・ラジオ・デューリング STS-9 トレーニング・イン1983ボーイスカウトに所属し、スタースカウトの階級であった。 1953年から1956年までアメリカ海軍で電気技術者を務めた。1961年から1965年までスタンフォード大学電気工学科の助教、准教授を務めた。博士号を取得した後は研究を行うかたわら、電離研物理分野の大学院生の研究の指導を行い、 協調を含めて45以上の論文と一冊の著書を表した。Z 機での2900時間を含む5000時間の飛行経験を持つ。スカイラブから宇宙遊泳を行うギャリオット1965年。ギャリオットは科学者兼宇宙飛行士の6人の候補のうちの一人として NASA に選ばれた。最初の宇宙飛行は1973年のスカイラブ3号ミッションで、 それまでの記録を倍以上上回る滞在約60日間の記録を打ち立てた。太陽や地球資源についてのまた無重力への人の適応にかかる生命科学諸分野における様々な実験が行われた。二度目の宇宙飛行は1983年の STS-9 で10日間の学際的、国際的なミッションであった。六つの分野の七十以上の実験が行われ、 これらすべての分野でスペースラブが実験に適していることが示された。彼は世界で初めて宇宙からアマチュア無線を行い、その後、スペースシャトルやミール国際宇宙ステーションで何十人もの宇宙飛行士がアマチュア無線を行う短所を開いた。これらのミッションの合間にギャリオットは NASA の宇宙ステーションプロジェクト室のフェローシップを受けた。このポジションで彼は 外部の科学界と緊密に連携し、宇宙ステーション設計の科学的適合性に関する事項をプロジェクトマネージャーに助言した。1973年9月10日、ヒューストンの管制官はスカイラブからの女性の声を聞いて驚いた。驚く、管制官のロバート・クリッペンをセクシーな声色を使って名前で呼び、女性は、少年たちは、 家庭料理を長い間食べていないので持ってきてあげようと思ったのと説明した。その後の数分間、彼女は宇宙から山火事や美しい日の出が見えると語り、続けて、あ、すぐに切らないと。少年たちがこちらのコマンドモジュールまで漂ってやってくると思う。私はあなたと喋っていられないと言った。スカイラブの宇宙飛行士が後に明かしたところによると、 前夜のプライベートな通信の際に、ギャリオットが妻ヘレンの声を録音しておいたということだった。1986年6月に NASA を退職すると、ギャリオットはいくつかの航空宇宙産業の会社の顧問となり、NASA や全米アカデミーズのいくつかの委員会のメンバーとなった。1988年1月から1993年5月まで、 テレダインテクノロジーズの宇宙プログラム担当副社長を務めた。1000名以上を要するこの部門はマーシャル宇宙飛行センターですべてのスカイラブプロジェクトのペイロードの組み立てを行い、また国際宇宙ステーションのアメリカ側研究所の開発の役割も担っていた。ギャリオットは1992年に共同設立者となった。 E2 度芸術科学基金や1995年に妻ヘレンと共同設立したレオナルド S ディスカバリーウェアハウスをはじめ、故郷のチャリティにも積極的に関わった。また、アラバマ大学ハンツビル校の構造生物学研究所の非常勤教授を務め、超アルカリ性果や深海の熱水噴出口等の極限環境から持ち帰った新しい微生物の研究を行った。 ロシアのミール探査艇により大西洋中央部アゾレス、諸島近くの2300メートルの深さにある W レインボーバンフィールドに何度も潜水を行い、超高熱菌を持ち帰った。南極には3度訪れ、20個の隕石を持ち帰った。2019年4月15日、アラバマ州ハンツビルの自宅で死去。リチャードの宇宙飛行の前にリチャードとギャリオットは、 ヘレン・マリー・ウォーカーと一度目の結婚をしており、四人の子供を設けている。最初の妻と離婚後、エブリン・ギャリオットと二度目の結婚をした。オーウェン・ギャリオットは、ロケットを探す人物として、ウルティマ2に登場する。また、ウルティマ7の船大クオーウェンは、彼の名前から名付けられた。息子のリチャードは2008年10月12日にソユーズ、トママイナス13で、 旅行者として宇宙を訪れ、アメリカ人として初めて世界でも二人目の親に続いて宇宙を訪れたことなった。息子の打ち上げの際と12日後の帰還の際、オーウェンはカザフスタンのバイコヌール宇宙基地で見守った。以下を含む多数の受賞歴がある。イーニドの街のメインの道路の一つが彼の名前にちなんで名付けられた。 宇宙から初めてアマチュア無線を行ったとして、同僚のアンソニー・イングランドと共に2002年にデートン・ハムベンションで特別表彰された。同僚宇宙飛行士のジョセフ・カーウィンを呼び、作家のデビット・ヒットと共に、スカイラブ・プログラムの歴史を綴ったホームスタディング・スペースを表し、2008年に出版した。またヘンリー・リシベスと一緒にイントロダクション2。 アイネスフェリックフィジックスを表した。また、デイビッド・シェーラー、コリン・バージェスの NASA、エッサイエンティスト・アストロノーツの執筆に協力した。ありがとうございます。